2日目ちょっと小腹空いたんでこの後夜ご飯なんですけど、先に湯河原行きました。一人でちょっと飯食おうと思って、これとね、ライスで飲み物はちょっとね、今あれなんでコーラにしました。で頼みました。で食いたけどね、ここあのこの冷麺みたいなのもやってるし、いろいろね迷ったんですけど、まだ食べたいなと思って今日こっちにしました。食べれるのかな、作ってもらいます。湯がねは1000円ちょっとなんで、これね美味しいです。チーズタッカルビ、トランデな。多分こっちや。おや。この通り。ヨーグルトやな。みんな足が痛いんでタクシーで飛んでもんに行きます。あー、とんでも、とんでもミリオレとか、OK よし、お願いします。使えるんでタクシーは便利です。このカードでピッてで払います。タクシーで、とんでもまで行きます。タクシーでもね、多分1メーターぐらいで行けるんで、4人ぐらいだったら、あの地下鉄乗って1人危ないね、落ちちゃう。1人あの1500円とか1500ウォンとかで、4人で6000ウォンで駅まで歩いていくなら、タクシーで1メーターで6500ウォンぐらいなんで、ちょっと上がったとしても多分歩くの考えたら全然タクシーで動いた方が多分お得なんで、タクシーで向かいます。多分すぐ着きます。なんで結構おすすめです、タクシー移動。今トンデムンに向かってるんですけど、トンデムンはもう商人の街ですね。なんでこうやってずっとこの道路沿いは問屋みたいなのがずっとあって、夜中でもあの人いないのに中入れるんですよ。で中はもう
キレとか服とか靴下だけとかもう人いないのにずっと入ってる中見れるんですけど、でたまになんか店員の人いたら話しかけたら買えたりもするんですけど、ロット単位でしか売ってくれなかったりしますね。なんか靴下10足とかでこう束で山積みになってるんですけど、これ10足が欲しいとかって言っても売ってくれないです。100足からとか山ほど。その代わりめっちゃ安い。そういうのがずっと、こっちもですね、なんかずっと続いてます。まあなんかいっぱいこう転売するとかなら結構得かもしれないんですけどね。ここら辺も全然そうですね。今もシャッター閉まってるんですけど、これがもう開くんですよ朝方とか。ちなみに明日がなんか休みらしいですね、市場っていうか全部なんで。結構来てみたら面白いです。夜中とかも行ってるとかもうずっとやってるんだぞっていう。ドームみたいなプラザですね。で、ここにミリオレとかいろいろあるんですけど、この見えてるデパートみたいなところが普通のデパートと思いきや中身が全て偽物、パチモンとかコピーとかが売ってるデパートです。これも超有名なんですけど、だいたい1階から7階とか8階とか全部服とかですね、コピー品とか堂々と売ってます。ブランド物バッグとか、まあ、店前には粗悪品とかそんなの置いてて、でカタログとかが置いてあったりして、まあ、スーパーコピーとか欲しい人はカタログ見てこれくださいとか、まあ、そんな感じのところですね。ミリオレ OK なんで、まあ、ちょっとそういうのも紹介したいと思います。あー5階です。5階に来ました。このお札のパンツ面白いな。なのは全部これ取ったらシャネルっぽくなるっていうやつですね。全部そうやん、これ。え？こんなの持ってるんです。こうパチパチって取ってシャネルみたいになりますよみたいな。8万ばかりですね。でこんなのも店前に並んでるのは本当そうなんで、スーパーコピーをカタログ持ってきて別の場所にあるっていうパターンです。大体そんな感じですね。こんなのがビルじゃない、デパート全体が1階から上までこんな感じで売ってます。